やあ友人、ようこそ我が家へ。今日来てもらったのは他でもない。まずはこれに少々目を通してもらおうか。その日、筆者は遭難していた。青の深淵に至るフィールドワークのため、危険を顧みぬ冒険行に身を投じた私だったが、しかして行く道は険しく、風は吹き乱れ、暗き空には魔竜の咆哮さえ響き渡っていたような気がする。何分古い話なので、記憶に若干の不鮮明な部分はある。筆者は過去にこだわらない女だった。いや、忘れたのかね。君と初めて出会った日の備忘録だよ。僕はメモマだからな。あらゆる事実をありのまま書き留めている。多少の脚色は致し方あるまいよ。ピクニックじみた平穏な旅を著述しても読者は飽く。筆者はエンターテインメントを重んじる女なのだ。細かいことはいいから、早く続きを読みたまえ。決死の強行軍の果て、あえなく私は力尽きた。大自然の猛威の前では、人の子の命など儚いものだ。目を閉ざし、静かに召されの時を待つ筆者の姿は、さながら聖女のごとく美しかったという。さながら聖女のごとく美しかったという。なんだね。無言で紙面から顔を上げるんじゃないよ。いいから、文章とこちらを交互に見比べてないで。いいからさっさとその先を読みたまえ。筆者の姿は、さながら聖女のごとく美しかったという。やがて、その美しさに惹かれたのだろう。吸い寄せられるようにのこのこやってきた男が一人。種族はヒューマン。白馬にこそ乗っていなかったものの、まあまあナイトっぽい格好はしていた。ともあれ彼のもたらした神秘の奇跡によって、私は九死に一生を得たのである。端的に還元すれば、ゴチになった。かくして、この青年こそが、後に筆者と名を連ねる共同研究者である。なんだね。真顔でおもむろに首をひねるんじゃないよ。共同研究者。まあいい。おおよそは把握してもらえたと思う。そろそろ本題に入ろう。その手帳をなくした。いや、今君が持っているそれは、事前に魔法で複写しておいたバックアップなのだが、そいつのオリジナルがな、どうも見当たらないのだ。まあ、バックアップが手元にあるのだから、差し当たって作業に支障があるわけではない。とはいえだ。長らく使い込んだ気に入りのアイテムがないというのは、ルーティンが崩れるようで何とも具合が悪くてな。おお、率先して申し出てもらえるとはありがたい。実は今、いかにして自然にさりげなく、だましだまし君を創作活動に巻き込もうか考えていたところだ。まあ安心したまえ。ある程度の心当たりはあるんだ。今日は所用があって、昼休み、新校舎の方へ赴いた。その際、ひょんなことから、教務主任のマザーヒルダは、接吻するとき目を閉じない派、との知見を得たので、例の手帳を開いてメモを取っている。その後、この部屋へ戻ってきたとき、手帳がないことに気づいた。つまり、紛失ポイントはその間のどこかだ。さあ、探しに行くぞ。ついてきたまえ、同志。うん、一見効率的な提案だ。だが待ってほしい。まだ生物学的なエビデンスは得ていないが、現状僕の主観で推測する限り、君は男の子
だよね。ああいや結構。物的証拠は見せなくてよろしい。ベルトは締めておきたまえ。特例の僕が随伴していれば例外を主張できようが、本来ならば男子という生き物が当学内に立ち入ることは原則禁止とされている。すでに放火した時刻だが、校舎には残っている生徒もいるだろう。道徳的観点から君を単独で徘徊させるわけにはいかない。端的に還元すれば通報沙汰だ。何？逆の場合？なるほど。つまり僕一人で探しに行けばいいと。へえ、やだ退屈。ないな。やれやれ参ったぞ。心当たりが全て外れた。ここへ至るまで昼休みと同じ経路をたどってきたのは間違いないはず。となると理論的にはもう他に探すべき場所がない。この場合まずは第三者に拾われたと考えるのが建設的だろう。しかし総務に問い合わせたが、遺失物拾得の届けはないらしい。かといってあれを盗んでいく物好きがいるとも思えない。あんなボロボロの手帳古物商に持ち込んだところで1ルピの価値もないのは明らかだ。八方塞がり。しかし嘆いたところでないものはない。ここは一度塔へ戻って魔法的な捜索手段を。ん？あれはこのクラスの生徒たちか。教室にも入ってこないでひそひそと何を。まあ、いつぞやの殿方ですわ。まあ、隣にいらっしゃるのはユーニ博士ですわ。あのお二人、ずいぶんと仲がおよろしいご様子ですけれどもしかして深いご関係でいらっしゃるのかしら。そうね、きっとそうなのだわもうプロポーズはされたのかしら。いや素敵。漏れ聞こえる範囲から推察するに、どうやら彼女らは君と僕との関係性にある特定の意味を感受したようだ。見当違いも甚だしいが、いやせめてはやるな。仕方あるまい。彼女らの生後年数を考えればすでに生物として種を残す準備は始まっているのだからな。思考に桃色のフィルターがかかりがちなのは自然の摂理だ。学会ではそれを思春期と呼んでいる。恋に恋するお年頃とも言うらしい。幸か不幸か、僕には未だその兆しが現れないようだけど。時に後輩、君はどうだね。恋とやらをしたことがあるか。しかり、よくわからない。実のところ、僕もだ。恋、頻繁に聞く語だ。無論、意味するところは理解している。こうなしたいという絶対的欲求の前段階、知的生物にのみ現れる高次な複合的感情群。甘くて切なくてちょっぴりほろ苦い気持ちだが、語として理解しているだけだ。何とも実感が伴わない。知識は二度体に入る。意味を知った時と本質を知った時だ。そう定義するなら、僕はまだ恋とやらの本質がわからないのだよ。何でも聞くところによると、雌雄の身体的接触によって急激な血圧上昇や精神高揚などを招くというね。端的に還元すれば触れ合うとドキドキするということらしい。らしいぞ。らしいのだ。さてどうだろうか。いや、だから
試してみるかね、と言っているのだが。おお、お、おお、いきなりだな。おい、驚いたぞ。加えて君、この距離感は少々近すぎではないだろうか。いや、別に嫌というわけではない。ないのだが、その、なんだ、妙な落ち着かない心地が。いやー、くっついてる。不純異性交友だわ。いやー、見つめ合ってささやき合ってる。婚前交渉だわ。あわわわわわ、何やら外野がにやかに色めき立っている。なんだこのむずがゆい衝動は。謎の焦燥感が思考を満たしてゆくぞ。やめよう後輩、実験中止だ。結合解除。はい、まったく、なんだこの状況は。手帳探しから大きく脱線しているではないか。やれやれ、わけもなく動転したせいで肌に著しいほてりを感じ。ん？血圧上昇、精神高揚。いや、まさかな。まさかだ。やあ、おかえりともよ。今日もお勤めご苦労だったな。風呂にするかね、食事にするかね、それとも、わ、た、し？何を言っとるんだね、君は。古典的なウェルカムジョークを真に受けるんじゃないよ。いや、だが責められるべきは僕の方か。この小さな体に隠しきれない大人の色かが君を惑わせてしまったな。セクシーユニで申し訳ない。さて、創作に学んだ新婚さんごっこはこのぐらいにして。だ、どうしよう。今日来てもらったのは他でもない、友人の君にしか頼めぬ重大な任務があるのだ。端的に還元すれば、僕の愚痴を聞いてくれ。題して、なくした手帳が未だ出てこない件について。どんどんパフパフ。僕はね、一応学内での体裁を気にして特例の権限を大っぴらに行使するようなことはこれまで極力控えてきたのだよ。しかしだ、すでに探知魔法はもちろん、鬼頭朴仙に至るまで僕が個人で尽くせる手は全て尽くした。ポーン。今週の大座はブリバリぶっちぎりの最悪です。なくし物も明日への展望も 100% 見つからないでしょう。うむ、占いはこんな感じだった。となれば、あとは人海戦術で学院中をしらみつぶしに探すほかない。やむを得ず教務主任に特別捜索班を組織するよう要請したよ。かの手帳が僕の論文作成に不可欠なものだと説いたら、速やかに教職員数名による一斉捜索活動が開始された。それが3日前のことだ。そして本日先ほど、同班解体という秘宝が届いた。いわく、これ以上探しても無理です、マジもう勘弁とのこと。つまりこの件は完全に詰んでしまったのだよ。とほり、いや確かにな、バックアップがあるから作業を続けるに支障はない、などと当初は僕も応用に構えていたよ。だがな、そのアンノーンはあくまでオリジナルがいずれ手元に戻ろうという前提あっての話だ。
もしもあの手帳がどこの誰とも知れぬ第三者の手に渡ったとなれば、少なからず心穏やかではいられないのが正直なところだ。困るか困らないかで言えば、まあ基本的には別段困らないな。眠れぬ夜に血迷ってしたためた情感たっぷりの耽美ポエムが朱目にさらすには少しばかりお恥ずかしいくらいか。とはいえ、いやしかし、まさかな。どうしたのだろうね。その問いを自らに投げ続けている。我ながら釈然としないのさ。虫の知らせというやつかな。あの手帳に記述されている大胸は、日常のつれづれに浮かんだよしなし事を規則性もなく簡略的に書き殴っただけの打文だ。例えば、とある身体上の計測値とその繊維の記録などは、僕にしてみれば乙女の保険に関わる最重要機密だが、どうせ他者の目にはただの数字の羅列としか映るまい。だが中にはそうでない記述も多少ある。例えば今回の研究論文、すなわち世界にわだかまる根源的な虚構の覚書などだ。いや、盗作の可能性を危惧しているわけじゃない。なぜなら研究内容の公開はすでに学院を通じて学会へ提出済みだ。端的に還元すればパクればバレる。だというのに、何なのだろうな、この落ち着かない感覚は。単なる気憂、神経質な勘繰りだとは思うのだが。優しいな、同志。イブの気持ちはありがたく頂戴するが、それは根性論というものだ。それとも僕の話を聞いていなかったのかね。もう一度言おう。すでに学内は隅々まで捜索させた。ならばこれ以上どこを探せばいいのだ。ここ、この部屋。確かにこの部屋は探していない。理由は単純。もしもここにあるのなら、僕の探知魔法にかかっているはずだからだ。いや、確かに僕の魔法が絶対という保証はないが、まあおそらく多分ないんじゃないかな。しかしこの部屋は主に本だが、あまりにも物が散乱しすぎている。俗に言うお部屋というやつだ。我ながらよくもここまで散らかしたものだと感心さえ覚える。いや、言い訳じゃないが、僕は過ぎた秩序より適度な混沌を愛する主義でな。種の進化がおしなべて遺伝子のエラーから生じるように、部屋という日常の小宇宙にも偶発的な変異の生じうるカオスなエントロピーのバッファーが、いや無理だ。何か壮大な偶話を祭り上げて理論的な正当化を試みたが無理だ。これはただの汚い部屋だ。この混沌の中からあるかもわからぬ手帳を探すというのは、もはや砂漠で宝石を掘り当てるに等しい作業だが、というよりただの大掃除だが。ちなみに僕の嫌いな四字熟語は整理整頓だ。それでもやるというのかね。そうか、頑張れ、ファイト。僕もやんの？めんどくさ。やはりやめよう。限りある時間は合理的に消費されるべきだと思うんだよ、僕は。よくないな。いや、しかり
その通りだ。どうしよう、よくぞ言ってくれた。僕は今思考がそれていたぞ。一瞬ばかり、面倒だしもういいかという思考が芽生えたら、僕の意志は徐々にその方向へ流されてしまった。精神操作というほど不自然ではない強度で、ごく緩やかに。やれやれ、実は今の研究を始めてからこういうことが多くて困る。僕は日常の記録とその参照が強く習慣づいていたから、無意識的にメモを読み直すことでたまたまこの世界に違和感を持てたけれど、通常はこうして緩やかに興味や関心を失ってしまうのだろうな。認識阻害、やはり世界は僕らに作用している。だが現状はそれも妄言じみた陰謀論に過ぎない。失言だったな。君は聞き流してくれて構わんよ。うん、差し当たって僕らはこの部屋でなくし物を探そうじゃないか。そうだな、とりあえず僕は自分の机周りを担当する。君には部屋全体の掃除、もとい捜索を任せよう。まずは床に散らばった大量の本を書家へ戻してもらおうか。ああ違う、それは図鑑だから向こうの棚だ。いや、分類表を見てくれ、それは辞書だろ。待て、それは人文科学だから三段目の。わかったわかった、もういい。蔵書関係は僕が自分でやる。嫌な予感がする。さりげなく彼一人に大掃除を押し付ける予定だったが、これはもしやほとんど自分でやる羽目になるのでは。ああいや、なんでもない。そうなると君には学術的廃棄物の収集と分別を頼もうか。端的に還元すればゴミ出しだ。いや待ちたまえ、その干からびた植物はゴミじゃない。識別魔法に用いる希少な触媒だ。もろく崩れやすいゆえ取り扱いには気を払ってくれたまえよ。何せゴミのように見えても市場価格は一房で、ランドセル市民の平均月収ほどはする。おー、取り扱い崩れる崩れる、平均月収崩れる。うん、今度はなんだ。ああ、その巻物か。それはだな、いや古より伝わる秘術の文様に見えるかもしれないが、正直こないだ描いた僕の自画像だ。手慰めに芸術を模索していた時期でな。だがご覧の通り、取るに足らん秀作だ。あえて後世に残しておく意義は少ないだろう。ゴミ、まあそうね、ゴミかゴミ以外かで分類するなら確かにゴミなんだけど、先輩そういう言い方ちょっと気になるかな。ああ、こら待ちたまえ、そこには僕の衣類が入っている。そっちは自分で片付けるから結構。うわー、それは下着。ギャー、疲れた。そして結局泰山鳴動してネズミ一匹さえ出ず、端的に還元すれば何も見つからなかったということだが、こうなるとやはり僕の手帳は現在何者かのもとにあると考えるほかあるまい。嘘や隠し事に長けた強大な力を持つ何者かなどではなく、ただの物好きなポエムマニアであればいいのだが。さてどうしよう、今日はありがとう。もう日も暮れる、そろそろ解散としよう。ん？君
右の頬がホコリで汚れているぞ。そう、そこだ。うん、綺麗になった。待て、おい、今君何で顔を拭った？うわ、それは、ギャー、だからそれ僕の下着。いやー、どうし、すまないね、わざわざ来てもらって。君には随分と世話になった。一応報告をする義務があろうと思ってね。さて、伝えるべきは2点ある。良いニュースと悪いニュースだ。どちらから聞きたいかね。君ね、ジョークの定石を知らないのかい？覚えておきたまえ。こういう時は良い方から頂戴するのが作法というものだ。というわけで、まずは良いニュースからだ。行くぞ。両手を上げてわーいわーいと跳ねる準備をしたまえ。なんと、僕のなくした手帳が戻ってきた。うん、ほらここに、先ほど名も知らぬ教員が持ってきてくれた。いやあ、ありがとう同士。そんなに跳ね回るほど喜んでくれて、僕も嬉しいよ。焼却炉の中らしい。たまたま用務員士の目に入り、誤って捨てられたのではと、学生課へ届け出たそうな。その話を聞いた瞬間、全身におぞけが走ったよ。思い出したんだ。つまり忘れていたんだ。確かに僕が自ら足を運んで捨ててしまったことを。冗談じゃない、見事に忘れていたんだぜ。僕は信用できない語り手じゃないか。これは認識阻害なんて生優しい事象じゃない。もはや記憶操作と呼べるレベルだ。世界を保つシステムは僕に対して警戒度を上げたと見える。気分が悪いの一語に尽きるが、まあいいさ。この不快さもいずれ漂白されて忘れてしまうのだろう。今回の件は世界からの警告だったと思うことにする。長いものには巻かれよう。僕は大人になる。世界を正すより自分を守らせてもらう。釈然としないが仕方ない。今後は神や世界を疑うことなく無知蒙昧に生きていくとしよう。僕は無神論者なのだけどね。まあ、とにもかくにも手帳は戻った。これにて本件は落着というわけだ。なべて世はこともなし。めでたしめでたしさ。イエイ。なるほど。君はまだ事の次第が把握できていないようだ。いや、それならそれでいい。神様に睨まれるのは僕一人で十分だからな。それでは悪いニュースの方を伝えよう。その論文についてだが、今回は白紙へ戻すことにした。理由かい？単純だよ。世界にわだかまる根源的な虚構、あのテーマは僕の手に余るということが判明したからさ。厳密にはあのテーマを世に説くのはということだがね。うん、現実的な説明をするとだ。研究テーマを改めるよう学院から僕に要請があったんだ。というより学院を通じて学会から要請があったと言うべきだろうな。まあ端的に還元するとだね、僕のエントリーシートに審査員が罰を出したということさ。教務主任のマザーヒルダも気の毒に大層困惑した様子だったよ。おたくらは生徒に何を教えているんだと失笑されたらしい。いわく僕の研究は明らかに学問の拉致外だということだ。
古代妄想なら戯曲か文芸でやれと言われたらしい。聞く耳すら持たれないのは残念だが、うん、予想通りといえば予想通りの反応だな。なぜって僕ら下々が余計なことを考えぬよう、いつだって世界は誰しもに等しく作用するのだから。それは学会の指揮者と呼ばれる層とて例外ではなかった。僕の論文がトリガーとなって彼らの認識阻害が解かれればという期待はあったのだが、残念そうはならなかった。というわけだ同志、世界の意志に従ってこの研究は今日限りだ。明日からはまた元のご近所考古学に励もうじゃないか。さあ、新たな英気を養うためとりあえず本日はこれにて解散としよう。何がだね。そりゃ論文の書き直しは億劫だが、それさえ抜きにすれば僕の知的欲求はもう十分に満たされているよ。なんだね。いや、本当だとも。いちいちそんな目で見るんじゃないよ。誤解があるかもしれないから、もう少し補足しよう。いいかい？この撤退はね、必ずしも妥協の末ではないんだ。言うなれば、僕は試合に負けたが、勝負には勝ったのだよ。あえて言うぞ、実に気分がいい。考えても見たまえ、世界が僕に作用した。つまりは、僕の企みを神様が邪魔したのだよ。それは翻せば、僕がまさしく真理に迫ったことの証左だ。だってそうだろう。知られたくない秘密に近づかれたからこそ、世界は僕を牽制したんだ。わかるかい？僕の立てた空想めいた仮説に、神様がわざわざ丸をくれたってことさ。さようか。ではパラダイムシフトだ。僕は以前君にこう伝えたはず。僕の目的は知ることそのものだと。暴くことや広めることが最終目的じゃない。僕のゴールはその手前。知りさえすればそれでいいんだ。要するに、世界が嘘つきだっていう大正解にたどり着いてしまった僕は、もうこのゲーム上がりなのさ。賞品こそもらえなかったものの、僕の勝ちは揺るぎない事実。さあ同志、勝利の祝杯をひっそりあげよう。世界に内緒でこの喜びをかみしめようじゃないか。いいんだ、僕は勇者でも英雄でもない。世界をあるべき姿にだとか、失われた真実を取り戻せたとか、そんな立派な功名心は元より持ち合わせていないのさ。明日からの余生を僕は平穏に生きよう。塔を降りて、かつて憧れたバラ色の学園生活とやらに再び挑んでみるのも一興だ。一般授業、クラブ活動、放課後のガールズトーク、2人目、3人目の友人はできるだろうか。夢が広がるじゃないか。僕は青春がしたい。そういえば近いうち奨学金制度も導入すると聞いたな。老人たちの仕送りに頼ってばかりもいられない。一度説明会とやらに顔を出してみるか。かくしてゲームは終わった。あとは主のおぼし召しに従おう。おそらく寛大なる神は、僕がおとなしく忘れさえすればわざわざ裁きの雷は落とさないだろう。だったら世界にわだかまる虚構、認識阻害を受け入れて、実直な大衆と同じく全ての嘘を飲み込んでやるさ。世界がそれを真実って言うなら、そりゃ世界の勝手だろ。だけどこの勝負、僕の中では僕の勝ちだ。乾杯。まあ彼にはこのぐらい言っておけば大丈夫だろう。彼は純粋だからな。僕がすっぱり気持ちよく諦めてみせないと
いろいろ青臭いことを考え出しそうだ。あと隠し事下手そう。だがまあ、彼に言ったことは概ね事実だ。僕は世界の真理を暴かない。勇者でも英雄でもない僕は、ただ知って一人胸の内で言えずに微笑むだけだ。しかしだ世界、お前の秘密に僕は一瞬でも手をかけたんだぞ。その事実をいずれ僕は忘れてしまうかもしれないけれど、お前の年表にはちっぽけな汚点として英語を残り続ける。ざまあ見ろだ。上くる指が重い。垂れ込める倦怠感は全身を弛緩させ、春の日差しのごとき睡魔がいたずらに僕の集中を奪う。つまりは端的に還元すると、やる気出ねえ。どうしたのだろうね。今日はずっとその答えを探している。ああ、僕という自我は今どうしてここにあるのだろう。ポーン、回答します。ドクターユニはただいま新たな研究課題を模索中。さりとて良案に恵まれず、意欲、衝動、モチベーションすべて大幅に低下、思考鈍化に伴い黄昏モードに突入しました。このモードに入った人間は感性が私的に偏り、感傷にふけて自らの人生を見つめ直しがちです。はあ、思えば僕はなぜ山を降りて学問の徒となったのだろう。小時論を綴るだけならそれは老子らの書斎で事足りていたというのに。香らない風、進まない課題、華やがない部屋。なあロゼッタ、空は今何色だい？ポーン、回答します。窓の外をご覧ください。つまり自分の目で確認しろということか。やれやれ、怪ゴーレムにすら拒絶されるとは世知辛い。うん、見たまえ後輩。皮肉にも僕のぐずついた心模様とは裏腹に、大いなる空は今日も雲一つない見事な青色だ。そして見下ろせば、そこには緑の通学路。裏若き乙女たちが桃色の歓声を上げて、キャッキャウフフとスキップしていくよ。いやはや絵になるじゃないか。あれこそが音に聞く青春の一幕だ。いつか憧れた、バラ色の学園生活というやつだ。ん？いつか憧れた？あっ、思い出したぞ。そうだ、あれだ。あれこそが僕の焦がれた理想。書を捨て街に出た本来の理由。ふん、柄でもないと笑うば笑え。だが僕は今こそ包み隠さず真実を告げよう。そうとも、伝え聞く学園生活というやつに憧れて僕はここへ来たのだ。お、おい、聞いているのか後輩。なぜほうけたように口を開けて固まっている。知らないのかね。学園生活だよ、学園生活。そこには青春というみずみずしい情動が伴われるという。端的に還元すると、僕は青春がしたい。黙れ、僕は青春がしたい。さあ、僕と青春をするんだ。僕が寝不足だとでも言いたいのかね。だが十分とはいかほどのことだ。僕は寝てろと言われれば、千代に八千代に寝ていられる体質だ。
夢にあっては半ば起き、うつつにあっては半ば眠っているのが僕だ。こんな嘘だらけの世界、寝ぼけて渡るぐらいがちょうどいいのさ。ん？なんだ、この見覚えのあるようなないような謎の光は。あ、そういえば聞いたことがある。青春とはしばしば光や輝きに比喩されるもの。なるほど、待っていたぞ。そうか、これこそが噂に名高い青春の光。そはみずみずしき輝き、愛とか夢とか希望とか。あ、偶然。嘘、何してんの？一人？私ここ座っても大丈夫？ありがとね、お邪魔します。あー、なんかちょっとあれだね。最近アストルムではよく一緒だけど、直で会うの久しぶりってか、なんだろう、変な感じ。てか何、先輩っても学校違うんだからいいよ、そんないちいち敬語じゃなくても。あれ、そういえば君、アストルムだといつもどっちで話してたっけ？あ、そっか、そうだ、敬語っぽい何かだ。そんでこないだタイプミスした後、照れ隠しに似合わない顔文字とか使ってて、キモって思った。嘘嘘、可愛い、わろたわろた。いらっしゃいませ、ご注文はお決まりでしょうか？あ、じゃあエスプレッソ。かしこまりました。楽しい。でもごめんね、邪魔しちゃって。今本読んでたんだよね。ちなみにどんなの読んでた？ん？それって昨日メッセで私が教えたやつ。買っちゃったの？なんで？貸すよ、言ってくれれば持ってきたのに。気にしないでよ、そんな。いいよ、オフでも全然会うよ、私。じゃんじゃん呼び出して。いや、別に誰でも会うってわけじゃないけど、だから君ならいいよって話。だって君はほら、もう友達っていうか特別だし。あ、違うよ。特別ってその別にあれな意味じゃなくて。お待たせいたしました、エスプレッソです。あー、どうも。はい。あー、そうだ、あのさ、君こないだあれ見たいって言ってたじゃん、あの映画。そう、そのなんとかの続編。へーって思って、あの後ググって予告編とか見てみたんだけど、すごいね、面白そうだった。確かに。私も行ってみようかなってちょっと思った。君はもう見たのあれ？あー、まだなんだ。そっかそっか、忙しいのか。そっか、忙しいか。まあね、そういう時あるよね。私はそうでもないんだけどね。そしたらどうしよっかな。私いつ見に行こっかな。ちなみになんだけど、来週の日曜って君なんかある？その予定とか。日朝って、なんだっけそれ。アニメ？あー、アニメ。そっか、アニメあるんじゃね。忙しいよね。特撮もね、あるもんね。まあ、じゃあ頑張れ。はあ、エスプレッソ美味しい。いや、誘え
何？ちょっと何なの今の甘酸っぱい感じ。途中まで良かったじゃない。青春って感じでラブコメみたいで、見てるこっちがキュンキュンしちゃったわよ。なのになんであんたから誘ってあげないの？そんなとこでラブコメの鈍感主人公しなくていいのよ。いや、この夢を見せているのは私だけども、どっかバグでもあるんじゃないの？あんたたちの思い出。あんたそんなとこでボケっと何してるの？もう行っていいわよ。しし、早くお帰り。はあ、今ひどい夢を見た気がする。僕も覚えていないのだが、確かに君には謝ってもらわねばならないような心地だ。はあ、お勉強しよう。